ウェザーニュースキャスターの小牧結衣です。日差しの強い日が続きますね。今年も全国的に平年より気温が高くなる傾向です。電力需給が厳しい状況にあるとして、2022年、2023年度と一部のエリアでは節電への協力を呼びかけられていましたが、今年も暑さの影響で冷房などの使用が拡大し、電力需給が逼迫する恐れがあります。電力の使用量は季節や天気、時間帯、曜日などによって大幅に変動し、休日よりも平日の方が使用電力は大きくなります。私たち一般消費者が特に節電を心がけなくてはならないのは昼過ぎから夜の初め頃です。一番暑い昼過ぎから夕方の時間帯が過ぎた後も、夕方から夜にかけても家庭での需要が増え始めることや、太陽光発電の発電出力が減少するため需給が逼迫しやすい時間帯なんです。真夏の節電というと冷房をつけないとイメージされるかもしれませんが、熱中症予防としてエアコンの使用を躊躇しないでください。それ以外でごくごくわずかな工夫を日頃から心がけることで電力使用の節約ができるんです。実際にどんな方法があるのかご紹介します。こちらをご覧ください。ウェザーニュースキャスターの山岸愛理です。皆さん、ご家庭でできる節電方法を紹介します。まずは事前にできること。エアコンはフィルターをきれいにしましょう。冷蔵庫の壁と隙間を開けましょう。さらに食品を詰めすぎないように心がけましょう。電源プラグを抜いて待機電力を減らしましょう。洗濯は午前中や夜間に時間をずらしましょう。では実際に電力需給逼迫のお知らせが発生した際はこんな節電方法があります。エアコンの風は上向き、風量は自動に設定しましょう。熱中症の危険があるため、くれぐれも冷房の使用を我慢しないでください。すだれやカーテンで日光を遮りましょう。不要な部屋の照明を消灯しましょう。テレビは暗めの省エネモードにしましょう。なるべく家族揃った部屋で過ごしましょう。ぜひできる範囲で節電に協力して電力需給逼迫を乗り切りましょう。山岸キャスター、ありがとうございました。身近にできることがこんなにたくさんあるのが分かりましたね。電力需給逼迫時への備えをしっかり理解し、無理のない範囲で節電にご協力をお願いします。